さあ、で、ずーっと走っていくと、いろいろあるなぁ。ここ、あ、確かここにバス停があったはずだぞ。お菓子のチップス。お菓子のチップスってすごい名前ですよね。お菓子のチップス、たはって全部お菓子の名前になってるなぁ。お菓子屋さんだけにお菓子チップス。あ、あるんだ。お菓子がチップス。いいぞ。店舗、え、どこにあんの？店舗紹介。豊橋と、あ、大樹寺にあるんだ。へぇ、ん？へぇ、お菓子のチップス。大樹寺ね、どこだ？あ、和紙の横。ああ、この和紙、いえ、あれです。岡崎の方で帰ると多分一番行ってたとこじゃない。あ、いや、天一も行ってた。この通りがいいんだよ。この通りがいいのは YouTube では非常に有名なところですけどね。有名、ん？しゃぶしゃぶゆずはんとかあるん、びっくりドンキとかがあるところって言ってわかるのかな。この辺りに何もか？成田モータースが多分この辺りだよね。にあって。そうそう。で、ちょっと南の方に下がって、あ、ここ大樹寺売店、ここはすごく、あれが有名なところですね。五平餅が有名なところ。で、ストーンと行くと、もうちょっと南に行くと、マックがあって、万福屋ね、って感じのところらへん。そう、ここね、ちょっと北側のところ、なんかこっちの方のが行ってたな。なんだ、あ、そうだ。岡崎で働いてたって話したことあると思うんですけど、正式な配属になってたことはないんですよ。岡崎のお店に。応援で行くっていう形だったんで。で、トヨタの店とかに、とか、配属になってたらトヨタとかいなべの店に配属になってたことあったんですよ。で、まあ実質拠点をなんか、豊明の方で活動してるような時期もあったんですけどね。席は移してなかったけど、ほぼ週5、豊明に入ってるような時期もありましたから、っていうような時とかもあったんで、結構よそからスルーっていく、特にトヨタから方面から行く時に、トヨタの方とかも結構行けたんで、まあ大学もあっちでしたしね。で、いうのがあって、結構仕事もトヨタの方とかで、わわわやってたことで、で、トヨタから、スーッと稲妻とかそっちの方に抜けていく時って言ったら、ここなんですよ。そうそうそう。で、あ、こんなとこにあるんだ。へぇ。井の口ですね。そうそうそう。YouTube においてはね、岡崎の地名は、やたらと知名度が高いですからね。よし。のところがここにもあるんだ。春にもあるんですね。広がったなぁ。いやー、撮れ高が怖いよ。撮れ高がどんどんできて怖いね。山田さん、地図を見るだけでどんだけ撮れ高作ってくんやってね。で、駅の案内あったの、今。駅の、あ、じゃあね、メックンハウスだ。メックンハウス近づいてきたな。行く？ちょっとメックンハウス寄る？メックンハウス気になるよな。こっちらしいよ。これ絶対脇道添えてますけどね。よいしょ、メックンハウス、せっかくだからメックンハウス探そうで。今何年どこだった？あってた、あってた、あってた、三方原駅。近い、近い、近い、近い。免吉。あ、バス走ってる、バス走ってる。ああ、一気に消えた。二 急に2013になった。2023年に戻った。なんだ、今のタイム、何このタイムシップ。何今の、一瞬だけ。なんで今、一瞬だけ2013年になったの？今、バス走ってるよね。バス走っとって。一瞬今、どこで、ここに、そこに、どうか？あ、2013年だな。どこで、あ、ここだ。急に2010年前にタイムスリップした。え？だいぶ変わってるね。間違いないけどね、ここ。赤いし。すげえ、急にタイムスリップした。面白いな。こういうのがあるかもしれないよね。コミットカフェ。え？何何何？これ多分、
機材が良くなったんですよね、10年で。ここ何変わってる？赤石から？あ、赤石のまんまだ。機材が変わってるだけで、明るくなってるだけだ。こうなると気に入ってるんですね、YouTube は。それで一瞬ここで入ったんだ。なるほどな。ゲオ。で、曲がっていくと、この先に、これは何？フラワーショップ。でっかいな。え？でっけえな。なに？あ、これが何？あれ？三原、いや、じゃあ、駅前、西。ですから、ここがもう駅前なんだ。あ、そうだ、ここ駅前だ。ここに、あ、バスロータリーありますね。この中に入って、行きますよ、ってことで。ここからね、来れて、バスロータリー、あ、なんか灰ですわ。よいしょ。こんな感じで、バスロータリーぐるっと回ってね、こっちの方からぐるっと回って、駅前に着いたら、この綺麗なところ、ここが、駅前で、明日からの動画はここからスタート。明日からかな。さっきの、メロンのところ行きたいよね。うん。西の駅まで行こう。よし、行こう。こんな感じでね、駅もめちゃくちゃ綺麗です。乗り換えのアクセスが良くて、ちょっと乗り換え時間があんまりなかったんで、すぐに乗り換えてたんですけどね。そう、ここから入って、スーッと入っていくと、もう中のところでね、屋根ありのところで、そのまま駅の中に入ってるんで、めちゃくちゃ便利で、おしゃれでしたよ。綺麗でしょ？ね。一緒。綺麗でしょ？どや。どや。俺がどうやってどうすんねん。さっきの施設気になるのは、結構、駅前、エアワンホテルとかもあるんだ。8000円とかでありますし。いいですね。で、よいしょ。ここ綺麗ね。何屋さん、複合施設みたいになっていますね。これなんだ？パスタ。あ、わしゃがんちか。これフルーツサンドを買ったことありますね。わしゃがんち。豊橋の店舗で、どこで買ったんだっけ？豊川行った時か。あ、あれだ。三河一宮駅と尾張一宮駅を間違えてしまったとかっていう、やつで、ララグラ、初見なんだ。めっちゃ綺麗や。何これ。こんな駅前にあったんだ。あ、全然ゆっくり回って楽しめたんだ。もっとゆっくり回ってよかったんだ。なるほどな。もう、さっきの道の駅、いや、道の駅は道の駅で探すか。道の駅、どこにあるの？あ、これか、メックンハウス。ああ、そんなに離れてないから、ここも行ってみよう。よして、いいですか？全部リンク貼っつけてますからね。概要欄多分エグいことになってますよ、これ。はははははは。かまわん。いけー。よし。じゃあ、この道をズトンと抜けた先になるんだな。なるほど。いいですね。ん？ここ？ん？先まで行かないといけない？よしよしよし。あ、ここでまた降りてね、シャディがあって。なんか、気になるラーメン屋さんみたいなのもマークが出てきてるけど。いや、いろいろ出てくるね。ここは、山佐のちくわね。はいはいはい。唐揚げ屋さんね。はい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 。真っ白な唐揚げ屋さんで。あ、これあれじゃね？マーク的に。あ、じゃあ、また別だ。鈴ひど。あ、リンクがあるね。あはははは。あと、ウェブサイトはないか。あ、でも、免吉のデータになってる。なんだ。どういうことだ。唐揚げ屋さん変わったのかな。2023年違う。これが最新情報っぽいな。なるほど。唐揚げ屋さん業態変更したのかな。あ、じゃない。ここか。ここにまたある。あ、あった。ここに、ここはここに免吉があるんだ。なるほどな。で、ここはここで、小僧寿司。あ、前、小僧寿司だったんだ。なるほど。が変わったんですね。懐かしい小僧寿司。あ、もう、あ、そうですね。閉店しちゃったんですね。あー、残念だ。そして唐揚げ屋さんになっちゃったんだ。
ああ、時代の移り変わりは残酷ですね。この時はまだ子供して、ああ、残ってた。しょうが大丈夫ね、モザイク中毒かけてくれ、この辺りゴーグル優しい、あんた、小僧寿司が残ってた、あ、小僧の前に小僧寿司があるけど、この小僧も大人になってると思うけど、2020年だから3年前か、3年前だったらまだ大人にはなってないけど、中学生ぐらいになってる可能性あるのか、で、もう、ああ、そっか、この小僧寿司、なくなっちゃったんだな。もともともこの時は唐揚げもやってたんだ。で、完全に唐揚げ業態専門になったんですね。で、山里地区は、ああ、なるほど。まあ当然山里地区はありますよね、この辺りやったら。うん。美味しいですからね、山里地区は。で、山中が出てきて、そろそろそれちょっと道の駅のはずだけど、ここかメックンハウス出てきたぞ。あったよ、メックンハウス。はいはいはい。中は入れる？中は入れない。中は入れないけど、あるっしょ、ホームページさすがに。メックン、メックン出てきなさい。メックンハウス。ドンキュー、ドンキューさん。ドンキューさんってあのドンキューさんと思って一緒なのかな？こっちの方にありますよね、ドンキ。ひらがなのドンキを見たことあるけど。めっくんかん、おとなしく出てきましょう。うわぁ、間違えた。間違えた。めっくんハウス、はい。めっくんハウスね、さあ。道の駅出てきたぞ。よっしゃ、めっくんハウス。めっくんハウス。由来が聞きたい。とにかくもう由来が気になるからそれだけ見れればいいよ。早速行きまって、うん。本当にメロンのゆるキャラでメックン作ってたの、ぶん投げるよ、今。名称。違う、なんかそのメックンハウスの由来だ。あと名前の由来。わかってるじゃん、由来ちゃっと。わかってる。メックン顔は愛らしい。メックンの顔は愛らしく親しみの持てる雰囲気で、四方八方に出ている手足は、花の芽、野菜の芽、そして村おこしの芽であり、文化の芽、産業の芽、天地成長する元気な町を表しています。これらの芽を発展させるハウスとして、この名前が付けられました。メックンの顔はっていうさ、メックンっていうのを、もう、共有、一般、常識みたいな感じで、今、ご指摘をいただいておるんですが、めっくん何？めっくんどこ？これか、これか、もしかしてめっくん、これ？もともこもないことやる？めっくんで調べてみる？ぐるぐるで。イメージ入れるかな？めっくん。はい、つくメロン感水よ。ちょっとハートなのね。あーれ、外見ゴロとかこれメロン感出してみたけど、これはなかなか。なかなかいろいろ詰め込んだね。おほほほー、田原道の駅、道の駅もあるね。なるほどね。あーははは。あー、めっくんいるね。で、赤羽、ロコステーションというのはまた別であるんだ。お土産購入なんかできるみたいでしょ？だから何があるの？なんかね、まださ、いろいろさっき見てた、キャベコロ。っていうことで、道の駅また行ってみよう。結局、行きたいところが増えるだけなんだよね。困っちゃうね。うん。という感じでございました。まあ、とりあえず、取れ高は十分1時間。今回でもカット部分があるから。ということでね、本当に今度は、明日から、次回から、
田原駅前のところから、スタート、本編の方が復活しますので、また明日以降もね、動画の方をね、お楽しみいただければと思います。いろいろと紹介したところ、ホームページがあるところは全部ね、概要欄にリンク、ブワーッと貼っておきます。もしかしたら、ニコニコ動画の方だと、すいません、リンクが貼り切れないかもしれない。文字数制限引っかかっちゃってね、なるんで、一応、リンク一覧みたいな、また、YouTube の方とかでも、貼っときますので、そっちの方でね、また、チェックしていただければと思います。ということで、この動画、これくらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。概要欄、リンクだけにして、なんとかいけるかな。